右上の端にある一人。大相撲特別企画第1弾6日目小結び若元春を追うぞ始まります。皆さんこんにちは、 YouTuber のよいこです。いつも動画をご視聴いただきお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。また大相撲特別企画への温かい応援重ねてお礼申し上げます。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆様の温かい応援よろしくお願いいたします。さて、視聴者の皆さんの中には今日は動画上がらないじゃないかとか大思いの方いらっしゃるかもしれませんが、今日はね、あの高安と若元春となっていたようですが、高安が休場となったため、若元春は不戦勝という結果に、ことになりましたね。で、今日は行司さんの特集ということで、この時間帯木村朝之助さんが場内アナウンスを担当されてるっていうことで、ちょっと聞き間違えてたら大変申し訳ないんですけど、それを場内アナウンスできるかな、ちょっとやってみます。ではやってみます。高安本日より休場、したがって若元春不戦勝であります。間違ってたらすみません。それはで、玉次郎さんの勝ちなのにって言っていいの？それは。みたいな感じですかね。なんかイレギュラーな上穴だからちょっとうだうだになっちゃいましたけど。はい。ね、行司さんのそれぞれの皆さん、私一部の方はウィキペディアで調べてたので。いくつだったよね、いくつだったよねみたいな感じで、まあ、それこそ木村陽道さんも以前から、そうか、一昨年の今頃、ちょうど今頃から相撲のファンになり始め、まあ、その頃から木村陽道さんはウィキペディアを拝読してたので年齢は存じてましたが、はい。でなんか千代大海さん、千代大海さんじゃないのか、今の九重親方の話によると、あの番付を担当するぐらいだから真面目なんですねというようなお話でしたね。はい、はい、ということで、第1弾、今場所の第1弾の大相撲特別企画、ちょっと元気にお届けするはずがしんみりしつつありますが。来週はね、あの国技館に観戦に行くということもありまして、ちょっと、盛り上がってお届けできたら嬉しいですね。で、22日の千秋楽に関しては若元春と若隆景、2人の取り組みそれぞれお届けいたします。はい、では最後になりましたが、今日の応援団は右が、凛ちゃん、大きめの小ヤギのゆきちゃんで、凛ちゃんの左隣はランちゃんですね。ちっちゃい小ヤギのゆきちゃんに、凛ちゃんとランちゃんの手前には水色の手乗りゆきちゃんのルンちゃんですね。そしてランちゃんと、凛ちゃんとランちゃんの左隣はラムネちゃんですね。ぬいぐるみポケットティッシュカバーのダンボちゃんに、最後チャンスくんですが、うさぎスヌーピー、スヌーピーのバニティーポーチに入れた状態で置いてました。はい、体調の方もお薬とか服用して、あと食事とか一気に暴飲暴食とかしないようにしたら少しずつ良くなりつつありますね。はい、胃腸の不調はね、元気な人でもしんどいって聞きますからね。はい、引き続き暴飲暴食とか気をつけて体調管理に努めていきたいと思います。はい、ということで、イレギュラーな内容になりましたが、大相撲特別企画第1弾6日目小結び若元春を追うぞでした。はい、この
若元春にスポットを当てる企画は明日までですね。で、明後日からは、若隆景にスポットを当てます。ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきお付き合いいただきましてありがとうございました。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆様の温かい応援よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 YouTuber のゆいこでした。それではまたね、バイバーイ。